12番ホールパー3、打ち下ろし125ヤードのパー3です。左に池があってすごく綺麗な景観で、ナイスパー3って感じです。ピンの右側狙っていきたいと思います。ピンのパー3。ナイスショット、ナイスショットでした。すごく景観が綺麗なパー3です。なんとバーディーパットです。頑張って入れたいと思います。バーディーパットいきます。ちょいフックです。下り越えなきゃ入らない。Great birdie! On it. Center cut. Thank you. Yeah. 13番ホールです。ちょい左ドッグ、左バンカーの右エッジの上ぐらいを狙っていきたいと思います。ショット It's on fire、One birdie On fire. Great swing. Thank you.コースのそこら中に鹿がいます。ちょっと右でした。これはちょっと難しいアプローチですね。エッジあたりとしてかなりフックしています。おーあああおおおいいね。14番ホール、パー5、ティーショットです。フェアウェイ、真ん中に行きたいです。ダッ。グレート、リバー。Thank you. パー5の第2打目です。200ヤード。ピンには届かないです。ダッ。おー、ナイス。ナイスショット、グレートショット。残り95ヤード、3段目です。なんとか乗りました。バーディーパット。残り。おっせと、わお、そっち行くの。15番パー3です。これも右に池があって、すごく綺麗な景観のパー3になってます。距離は104ヤードですが、打ち下ろしなんで100ヤードにしたいです。ちょっと上げてるかも。Never a doubt. ちょっと当たりが薄くてショートでした。嫁がトラブってるんでローレンに取ってもらってます。寄せてパー取りたい。16番パー4、ちょっとブラインドになってます。キャディのジャックが私めがけて打ってくださいとのことでした。レバー to the right? OK。
16番すごい長いパー4です。超ナイスショットだと思ったんですがまだ200ヤード残ってます。打ち下ろしです。なんとか乗っけたいと思います。左バンカー、左バンカー入ってない。約30ヤード振り切る、切らないと、あーし、ダメ。ルックアップ、パーパット行きたいです。ちょっと速そう、打ち切れませんでした。ボギー。17番パー4です。右から2番目のバンカーが220ヤード。この左をやってみます。Oh, no. Great shot. 17番のセカンド、ちょっと打ち上げの90ヤードぐらいなんで、アプローチウェッジです。おーのー、軽すぎた。ショートでバンカー、長いパーパットです。あー、トゥーマッチ。パット18番パー4です。最後ホール待ってパーティーです。100ヤードくらい出せればいいです。ナイスアウトでした。Thank you. ローレンのパットです。欲しい。オーモース、ナイスタッチ。この2人は1年新婚ホヤホヤだそうです。シカゴから友達の結婚式で西海岸に来ているそうです。Okay, guys. Nice playing with you. Nice playing with you. Thank you for helping, you know, me to video shooting. Thank you. Thank you. Well played. Appreciate it. Thank you. Thank you so much. 今日はスパイングレスで勉強してしまいました。すっかり忘れていたんですが、キャディは3日前までに予約しなきゃいけないものを思い出して、キャディをお願いしたんですけども、もういなくて雇えませんでした。スパイグラスヒルはカートパスオンリーで、キャディを雇うと非常に不便です。カート代は1人50ドルかける2で、100ドルとなります。キャディフィーは、ワンバッグ100ドルなので、2人で、10ドルで250ドルプラス4ドルというので、必ずキャディを雇いましょう。明日はスパニッシュベイで、練習したいと思います。今はペブルビーチトップリックスの18番ホールのロッジのお庭に来ています。ペブルビーチの18番ホールから来た、ペブルビーチのロッジです。ここは最低でも1泊1000ドルします。しかしながらここに泊まらないとペブルビーチでのゴルフができません。この素晴らしい景色の
ペブルビーチでゴルフをするためには仕方ないのかもしれません。海にはジャイアントケルプが生い茂っていて、ウニ、アワビ、ホタテ、伊勢エビがたくさん取れそうです。この辺潜ってみたいんですが、多分禁漁区域だと思います。